皆さん、こんにちは。2020年、長年にわたり、歌手として活躍するとともに、音楽文化の普及に努め、芸術文化の振興に多大な貢献をしたとして、評価が認められ受賞した小林幸子さん。突然芸能界から消えた理由や復帰絶望と言われる現在の姿に涙が止まらない。今日は小林幸子さんのことについて紹介します。まずは小林幸子さんの経歴とプロフィールから紹介します。小林幸子は日本の歌手、女優、タレント、実業家、YouTuber、幸子プロモーション所属。1963年9歳の時に TBS テレビ、歌真似読本にてグランドチャンピオンとなり、審査委員長の古賀政男にスカウトを受ける。翌1964年には新潟市内で肉屋を営んでいた家族と共に上京して古賀事務所に所属し、古賀作曲の嘘つきかもめでデビュー。デビュー曲がレコード販売20万枚のヒット曲となる。1971年1月以前の東映映画の出演については公式プロフィールでは公表されていない。小林は1979年の初出場から2011年まで連続33回出場したほか、15年には特別出演。その後は紅白から遠ざかっている。今年は毎年多数出場していた。ジャニーズ所属タレントがゼロとなる可能性も浮上。男女対抗の紅白形式がジェンダー平等の視点から批判されている流れもあり、男女の枠を超えてこれまでの顔ぶれが激変する可能性もある。報道陣から質問された小林は、今は初めて聞いた、と驚いた表情。さらに NHK からオファーがあったらどうするか問われると、全くわかりません、と繰り返した。1979年、25歳の時に、思い出酒。が200万枚突破の大ヒット。その年末には NHK 紅白歌合戦に初めて出場した小林さん。その後紅白には33年連続出場を果たし、圧倒的な歌唱力とド派手な豪華衣装は年末の風物詩にまでなった。プライベートでは2011年、57歳の時に医療関係の会社を経営する8歳年下の林明夫さんと結婚し、公私ともに充実した日々を送っていた。しかし2012年3月、長年苦楽を共にした事務所スタッフ2人が退社。これが騒動の始まりだった。自主退社なのか解雇なのか。小林さん側とスタッフ側の言い分が食い違ったことから報道は過熱。大きな騒動にまで発展した。騒動は徐々に下火になったものの、長年尽くしてきたスタッフをクビにしたという極めてネガティブなイメージが残り、小林さんの親しみやすいキャラクターに影が差すことになってしまった。こうした騒動がきっかけとなり、様々な壁が小林さんの前に立ちはだかって、新曲の発売を間近に控えていたが、レコード会社から告げられたのは突然の発売延期。それだけでなく、決まっていた仕事は相次いでキャンセルになった。だが小林さんは紅白初出場の時に、二度とこのステージには立てないと思ったから全部目に焼き付けておこうという気持ちでいましたが、思い出酒のニコラス目でまた出たいという強い思いを抱いたと言い、出場へとつなげるためどうしても新曲を発売したかったのだ。そんな窮地に陥った小林さんを夫明夫さんは無理やり外へと連れ出した。そして二人でゆっくりと桜を見た。当時の心境を明夫さんは泣き言を言わないんです。でもさすがにその時は辛い顔をしていました。そこで芸能界とちょっと離れたことというか、小さなことなんですけど、今までできなかったことをさせたいという思いを抱き、本人を応援してくれるファンもたくさんいらっしゃるわけです。その方々のためにも倒れるわけにはいかないと、こもらせないでとにかく外に出しましたと明かした。こうした夫の支えもあり、小林さんは自力で新曲を世に出すために自主レーベルの設立を決心し、大手レコード会社に契約解除を申し入れた。小林幸子と和田アキ子の確執も芸能界では知らない人がいないほど有名です。そこで今回は小林幸子と和田アキ子の確執の真相に迫りました。そして
二人の確執と小林幸子が歌謡界から干されたことに何か関係があるのか、さらには小林幸子の現在はどうなっているのかも興味深いところなので、その姿にも迫りました。若干10歳の彼女に小林屋の命運を全て託したことになります。ちなみに小林幸子は本名でしたが、現在は結婚しているので本名は林幸子です。師匠の古賀政男さんが作曲したデビュー曲嘘つきかもめはレコードの売り上げが20万枚を超える大ヒットとなりました。このヒットで小林家の生活も安泰となり、一家で上京した甲斐があったというものです。1979年には思い出酒がレコード販売200万枚の大ヒット。この年の暮れには第30回 NHK 紅白歌合戦に出場しました。この初出場以来、彼女は紅白に計34回も出ています。女子では4番目、男女を通じても8位にランクされる出場回数を誇っているのですから、改めて演歌界を代表する歌手であることがわかります。ちなみに紅白出場総合第1位は北島三郎の51回で、女子では石川さゆりの44回が最高です。34回も出場した紅白では、すっかりおなじみとなった小林幸子さんの豪華な衣装ですが、あのド派手な姿をどうにも気に入らない人がいました。和田アキ子です。それで小林幸子さんの紅白衣装をめぐってこのようなことがありました。2000年の紅白に出場した際、小林幸子さんは豪華衣装での出演は今回が最後ですと公言しました。しかし翌年の2001年も花をテーマにフラワーオブドリームと題した大掛かりな豪華衣装を披露したのです。これに大きな口を開けて噛みついたのが和田アキ子でした。なぜ豪華衣装を止めると言ったのにまた来たの、演歌歌手は嘘つきが多いとまで言って芸能記者の前で小林幸子を罵ったのです。ですがさすがこの時は数多くの演歌歌手仲間や松山千春、さだまさしらの大物歌手も小林幸子に同情的でした。和田アキ子の批判はそれでもやみません。出場歌手が発表されていないにもかかわらず、どうして衣装制作ができるのかしら、もし出場できなかったらあの衣装はどうするつもりなの、あれは衣装じゃなくて舞台装置よなどと蓮舫顔負けの批判を繰り広げたのです。ここで少し解説しますと、和田アキ子はこのように言っているのです。 NHK が正式に紅白出場歌手の発表をする前に、小林幸子がド派手な豪華衣装を作るから仕方なく NHK は彼女を出場させざるを得ないのだ、これが和田アキ子の言い分です。どうして NHK の内情を和田がわかるのか不思議ですけれど、小林幸子も黙っていません。紅白の豪華衣装は見ている人に楽しんでもらおうと思ってやっています。もし紅白に出場できなかったらコンサートできますよ。あっこちゃんは私よりも年上だけど、芸能界では私が先輩なんです。だから陰でこそこそ言わないで、何か意見があったら直接はっきりと私に言いに来たらいいのに、ワイドショーのインタビューにこう反論しています。実際に和田アキ子は小林幸子とテレビ局などであっても直接何か言うことは一切なかったそうです。それとド派手な紅白の衣装以外に二人の間にどんな確執があるか、そう言われてもはっきりと答えられる人はいないようです。つまり小林と和田の長年にわたる確執の真相は次のようになります。民主主義国家アメリカ VS 独裁国家のロシアのように、梅が大思想心情が二人の間に横たわっているというわけではありません。和田アキ子は小林幸子のやることがことごとく気に障る、だから何か一言ケチをつけないと気が済まない、それが真相だと思いますよ。小林幸子も言っています。私は何とも思っていなけど、あっこちゃんは私のことが嫌いなようだから、和田アキ子はご存知のように若い頃から女番長などと言われて気の強いことで有名です。しかしその女番長に全く気後れしない小林幸子も相当の強者ですね。さてその小林幸子がテレビなど歌謡界から干された時期があります。彼女の紅白連続出場も2012年で途絶えましたが、その原因となったのがある事件です。
それが歌謡界から干された理由でもありますが、その事件とは個人事務所のおうち騒動です。小林幸子を長年支えてきた個人事務所の社長と専務が解雇されたと報じられました。2012年3月のことです。30年間の長い間、小林幸子と苦楽を共にしてきた社長と専務に何があったのか。小林幸子は2011年に結婚しています。その夫が事務所の経営に口を挟むようになったのです。特に事務所社長と小林の夫との対立はかなり激しいものがありました。恨み骨髄の社長が解雇されたと主張して騒動が発覚したのです。長年尽くしてきたスタッフを燃えないゴミを捨てるがごとく簡単にクビにするとは何事だ。ワイドショーを中心にメディアは騒ぎ立てます。その追及ぶりは本当に必要なものでした。これぞバッシングというほどで、まるで犯罪者のような扱いでしたね。これほどメディアが寄ってたかって叩いたら、イメージダウンは避けられません。小林幸子は、レコード会社から新曲の発売無期限延期を告げられます。当然ながら、テレビ出演などのスケジュールも相次いでキャンセルされて、仕事は激減しました。演歌歌手の命綱とも言うべき地方公演まで激減したのですからたまりません。小林幸子はなすすべもなく、歌謡界から消え去ってしまったのでしょうか。いやいや。和田アキ子に対して、一歩も引かない向こうっ気の強さで知られる小林幸子です。そう簡単にはポシャりません。現在はネットの世界で新境地を開いています。ウィキペディアには驚きの記述があります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。